こんにちは、速稼塾の久保です。今年はですね、セノーテの女神というね、そういったコーナーをスタートしようかと思います。このセノーテの女神というコーナーは、何を隠そう、私とですね10年来の付き合いでございますリノア先生。この方はですね、マヤの哲学やマヤの宗教などを扱っているんですね。いわゆる精神世界のことなんですけども、実はね、私もね、マヤ文明に関しましてはちょっとコールサインですよ。いや、私小学生の頃からね、マヤ、インカ、アステカ、こういったところにね、並々ならぬ関心があって、でずっと一人で温めていたわけなんですが、もちろんね、個人的な研究はすごく進めていたんですけども、私の速稼塾の塾生さんに、しかも第1期生となるべきこのリノア先生がですね、私のところに入門してくださって、私はビジネスをお伝えしていたわけなんですけども、リノア先生からね、この精神的なこの世界ですか、考え方とか、こういったものの影響を私も受けまして、いや、マヤの哲学すげえなと改めて感じているところでございます。というところでね、今年から不定期にはなるんですけどもね、まずはね、あのセノーテの女神という形で、この女神は誰やろう、リノア先生のことでもあるんですけども、あなたのね中にある、この皆さんご覧になってる皆さんの一人一人の心の中にある真実ですよ。これについて私は女神というふうにも名付けたいかなと。そして皆さんの中にあるその真実たる愛と、リノア先生のこの女神というものがね、これから一歩ずつ歩み寄っていって一体化するというふうなストーリー、それがセノーテの女神ということでございます。そしてセノーテは何かというと、地下にできた泉ですね。とても綺麗で幻想的な、昔はね、そこに生贄を投げ込んだと、で財宝を投げ込んだというね、いわくつきのセノーテという泉なんですけども、でもそこに命を投げ込んだり財宝を投げ込むってことは、それも一つの、当時の価値観たる愛だったんでしょうね。ということでね、今回リノアちゃんに、お金と時間と愛ってのは何なんでしょうかというふうなね、そういうふうなお題を立てさせてもらって、回答が来てましたんで、この動画の後に貼り付けておきますので、よろしかったらそちらの方もご覧いただきたいと思います。で、私はね、今回時間、お金、愛について改めてなんですけども、今回は愛を抜き出してね、愛ってのは何なんだろうかってことを確認してみたいと思います。ズバリ、愛とは誰のために失えるかね、誰のために失えるかっていうものがイコール愛だというふうに私は定義づけております。これはね、今までもいろんな愛の形、定義を持っていたんですけども、例えばね、成長期の愛、独身時代の愛、結婚してからの愛、様々な愛の形は立ち位置によって風景が変わってきます。そして今はね、こう思うわけなんですよ。誰のために失えるか、何を失うの、お金を誰のために失えるか、愛、時間を誰のために失えるのか、愛、出会いを誰のために失えるのか、これも愛、そして可能性を誰のために失えるのか、これも愛ですね。選択肢を誰のために失えるのか、手放せるのか、これも愛なんではないかなと思います。私はね、なんで独身が長かというと、モテなかったというのも一つあるんですけどもね、でも自分のね、人生そのものを捧げるに値する女性はいないと思っていたわけなんですよ。で、逆に私などに人生の一部を捧げる女性もまたこれいないなというふうに思っていました。でもね、やっぱりその計算を乗り越えて、ああこの人とは離れたくないなとかね、この人のためにはどこまで失えるか試してみたいな、その自分の姿、そしてその人の姿を見ておきたいなと思った時に、この人に決めようかなと思うわけなんですよね。で、今私もね、家庭を持ってるわけなんですけども、家族のためにお金を使う部分があります。家族のためにお金を失うと言ってもいいでしょうね。そして時間も、私の時間ではなくて、もうすでに家族の時間です。全てが家族のために使っている時間になります。で、私は他の女性との出会いももうなくなりました。自ら放棄しました。それまでお付き合いしていた女性とか関わっていた女性とも全て縁を切りました。もう10年になりますけどね、そういったこともありますし、可能性ですよね。可能性と選択肢です。これも私もね、ある程度手放してるんですよ。というのが、私は格闘技をやりたいかなと思って40代決めていたんですけども、もう体を壊すわけにはいかないんでね、それからトレーニングの時間ももう取れないんで、この道も諦めました。それから政治家ですよね。やっぱりどこかで私も市区町村や、それから場合によっては国政の方に、どっかのね、政党の公認を受けて出ようかと思ったんですけども、これは可能性ね、失ってはいないと思いますけども、ただ今のところ優先順位はちょっと低くなったかなと。できればね、昨年や一昨年
あの時期に、まあ、令和新選組なり NHK 党なりから公認をいただいてと思っていたんですよ。というのが、やっぱりね、世の中を変えていきたいっていう気持ちとお金とそれに費やす時間っていう三拍子が揃ったからなんですよ。しかし私にはその三拍子を家族や愛する人のために使うという優先順位がここに割り込んできたわけですよね。まあですんでね、トータルして私はこの小さな家庭を守るために大きな愛を注いでいく、まあそんな役割なんだろうなと。それを家族も期待してますしね。だから誰のために失えるか、それが愛なのかなと思ってます。それまで私は誰かのために失うことはバカバカしい浪費だと思っていたわけなんですよ。いやでもね、誰のために浪費をしても惜しくないかっていう、この考え方に今は至ってます。そうするとその浪費ってのは実は全てが愛に還元されていって浪費ではなくなるのかなというところなんですよね。まあ愛の定義ってのは本当にね、様々ありますし、なかなか固定されたものではないと思います。だからこそ愛という一つの言葉、ものすごく抽象的なものにまとめるんだろうなと思いますけども、今この瞬間令和5年の1月3日にして愛を私に語らせるとなると、今お話したような形になるかなと思います。はい。じゃあですね、リノアちゃんがどんな回答を持っていたのか、この後動画がありますので、見ていただきたいと思います。そしてですね、今年の初めてのリノアちゃんへの、リノア先生へのメッセージございます。多くの方が迷ってると思いますけども、未来についてちょっと語っていただこうかと思います。未来というキーワードです。これはですね、未来といえば数年後の未来もあれば30年後の未来もあるし、1000年後の未来、まあ、様々な未来が想定されますけども、全ての先入観をなくしてただ二文字未来とだけお伝えしておきます。未来、リノアちゃんにリノア先生って言わなくちゃいけないですよね。リノア先生にとって未来とはどういうふうに返信が来るのか、お楽しみにお待ちください。それでは今回は以上です。よろしくお願いします。リノアちゃんの動画をどうぞ。リノア先生の動画をどうぞ。久保さん、リノアでございます。はい、一問一答コーナーをですね、作っていただきまして本当ありがとうございます。とても助かります。で、今回のお題、まあ、3つありまして、まず1つ目はお金、2つ目は時間、3つ目は愛っていうところで、初っ端からちょっとテーマが深いなっていうところで、ちょっとお返事が遅くなってしまって申し訳ございません。はい、まずお金に関してなんですけれども、私はまあエネルギーとか循環かなっていうふうに思ったりしますね。で、あとはやっぱりお金って綺麗事じゃないなって思いますし、まあこの世のシステムって、まあお金のシステムで動いてたりとか、もうほぼほぼ8割から9割お金で解決できることが多いじゃないですか。なのでゆきちさんって紙切れだなと思うんですけれども、でもそういうふうに、まあ今この世の中はお金が結構全てみたいなところがあったりするんで、まあ生きていく上ではお金はすごく必要なものかなっていうふうに私は思います。で、まあ、もともと昔はお金のシステムがなかった時には、物々交換っていうか、まあ、等価交換だったわけじゃないですか。お肉が欲しいなって思ったら、じゃあお肉に似合うものと交換。お米が欲しいなって思ったら、じゃあお米と似合うものと交換。金が欲しいって思ったら、それに見合うものを差し出さないといけないわけじゃないですか。って言ったら、まあ、その、まあ、現在にじゃあ置き換えると、やっぱりその、値段がついてるわけですよね。何かお金を買うものにしても、商品を買うものにしても。じゃあ私たち、まあ、個人事業主だったりとか、何か自分のサービスを売りたいなっていう時には、そのお客様が自分のお金とかエネルギーを費やしてもいいかなって思わない限り、まあ、購入してもらえなかったりとか、価値を感じないと、商品購入につながらないのかなって思うので、やっぱりその、そういったところでも等価交換っていうところは、現代でもちょっと残ってるのかなっていうふうに思ったりしますね。で、お金によってやっぱり人生狂う人もいるわけじゃないですか。まあ、よく言われてるように、まあ、普通の生活してた人が、宝くじ、ものすごい金額を手にした時に、そのお金のエネルギー、魔力というんですか、
やられてしまって人生狂ってしまう、人生の歯車が狂ってしまう人もいたりとか、で、そうですね、あとは、お金で、例えば家族、お金がちょっとないよって言ったとこ、お金がない家庭ってやっぱりちょっとギスギスしてしまうところがあるわけじゃないですか。で、まあ、それで、お金がないながらも、貧しいながらもやっていけてるっていうところは別にいいかなと思うんですけど、やっぱりお金がないところで喧嘩が絶えなかったりとか、揉め事があったりとか、まあ、お金の切れ目が縁の切れ目じゃないですけど、まあそういう言葉もありますし、お金って使い方次第かなっていうところもあります。なのでそのお金を使うときに、まあ、私、ある方がこのお話をされてて、ああ、なるほどなって思ったんですけど、消費か浪費か投資かっていうところで、それを考えて、まあ、自分が物を買ったりとか、何か商品を購入したりとか、で、これ欲しいなって思うものは、消費なのか、浪費なのか、投資なのか、それを考えてから、こう、選択するといいよっていうお話を聞いたので、やっぱりその、自分がこう、作ったお金とか、得たお金っていうのは、まあ、自分でも守らないといけないのかなって思いますし、あと、まあ、今、会社に頼れない時代じゃないですか。なので、その会社員としてもちろんその得てる収入じゃ足りない部分とかも多分あると思うんですよね。なので、お金は生み出さないといけないものかなっていうふうにも思ってます。はい。で、次のですね、まあ、時間についてなんですけれども、時間って、まあ、24時間誰にでも平等にあるものじゃないですか。でも、その時間の使い方次第で人生の質は変わっていくかなっていうふうに思います。これはまあ久保さんともちょっと同じようなお話になっちゃうかもしれないんですけれども、あとまあ時間イコール命でもあるんで、その残された時間を一体どういうふうに使うかっていうところで人生も変わっていくと思いますし、じゃあ誰に時間を使うのか、誰にエネルギーを注ぐのか、誰に自分の命を捧げるのかっていったところも大事になってくるんじゃないですかね。まあ、例えば、まあ、会社員を別にこう否定してるわけじゃないんですけど、まあ、私も普通に働いたりとかもしてますし、まあ、満員電車が嫌だなとか、で、反りが合わない上司がいたりとか、同僚とか、まああるわけじゃないですか。で、そのお金を稼ぐため、まあ、ライスワークというんですか、その自分の生活のためだけにやってる仕事だったら本当に苦痛な時間だと思うんですよね。まあ本当に罰ゲームかのような時間だと思うんですけど、じゃあそういう時間を過ごせば過ごすほどどんどんこう自分の心もすさんでいくんじゃないのかなって思うので、まあ、その何に時間を費やすかっていうのもすごく大事だと思いますし、あと、まあ、そういうのが嫌だったら、まあ、自分がスキルを身につけて、なんですかね、こう自分に投資する時間とかっていうのも大事なのかなって思いますし、あとはそのまあ、例えばお付き合いとか接待とかってなっちゃうと、またそこはいろんな問題があると思うんであれなんですけれども、プライベートの時間って誰と過ごしたいか自分で選べれるわけじゃないですか。身を置く環境だったりとか、そういうのはやっぱりこう自分が成長する場だったりとか、大切な人との時間とか、まあ、誰と食事をするか、誰と時間を共にするか、隣は誰がいいのかとかっていうのをこう過ごす時間っていうのはすごく大切かなと思いますね。で、私はまあそのマヤのカレンダー使ってるんで、やっぱりタイミングとかチャンスっていうのはそのカレンダー使ってることによってシンクロもすごい増えたりとか、
まあ、タイミングとか流れとかわかるんで、まあ、それを逆にこう使ってアクションを起こしたりすることもできるんですよね。で、相手の時間とかタイミングとかも読めちゃうんで、まあ、意図的に使ったりすることもあるんですけど、なんかそういうふうにこう仕掛ける時間っていうのも大事なのかなっていうふうに思います。まあ、時間は永遠で一瞬っていう私の好きな言葉があるんですけど、こう時間に支配されない生き方、まあ、そういうタイトルの本があったと思うんですけど、まあ、よかったらその本も面白いのでおすすめだったりします。はい。で、まあ、そうですね、あと、まあ、時間ってちょっとお金で買えるところもあったりするんで、例えば高速で時間を省いたりとか、交通手段、まあ、何で行くかによってかける時間とか違うし、短縮することもできるじゃないですか。なので本当時間って不思議だなっていうふうに思います。はい。次は、まあ、3つ目、愛ですね。愛はそうですね、最近ですね、タイグーさんの動画をたまたま見かけて、一問一答あの方もされてるのを見て、で、愛についてちょっと話されてたのを、まあ、たまたま見ちゃったんで、まあ、愛の定義が一人歩きしてるみたいなお話をされてたんで、ちょっと私なりの愛の定義どうしようかなって、まあ、いろいろ考えたんですけど、まあ、愛って不思議で、まあ、いろんな言葉がありますよね。その、まあ、それはちょっと後にします。で、まあ、その愛って、まあ、家族愛ももちろんそうだと思いますし、あとは自分の大切な人、まあ、異性とのパートナーシップだったりとか、で、まあ、動物愛だったりとか、地球愛だったりとか、植物への愛だったりとか、まあ、車にかける愛だったりとか、あとはそうですね、なんかいろんな愛の形があると思うんですけど、まあその中で愛にもいろんな言葉があるわけじゃないですか。例えば愛憎とか略奪愛とか。だからまあお金と一緒で愛も綺麗事では済まないところもあるなっていうのはこう思ったりします。で、まあその例えばこう男女がいて、まあ、結婚しましたとなるじゃないですか。でも片方が浮気すると、そこにやっぱり憎しみが生まれたりとか、もう憎しみを通り越して無関心になる関係もあったりするかもしれないんですけど、そうなると、もう、最初愛を誓い合ってる二人なのに、まあ、その愛は続かないケースもあったりするわけですよね。で、何かでちょっと聞いた話なんですけど、まあ、3分に1人は離婚する時代なんですかね、今。だからこう、昔は、その、もう、お見合いとか、こう、遠い親戚とか、そういうところでのご縁で結婚システムといいますか、結婚するケースが多かったんじゃないのかなと思うんですけど、そうなると、なかなか離婚って難しいじゃないですか。だから昔の人たちはすごい忍耐強かったですし、もうその、まあ、早いうちからやっぱり今の時代と違って20歳そこそこで結婚したりして、まあ、人生80年時代だとすると60年一人の人と連れ添うわけじゃないですか。そういうのって本当にすごいなと思いますし、逆に今そのお互い、こう、もう冷え切った関係性なのに、まあ、いなきゃならないっていうところも、こう、冷め切った愛っていうのもあると思いますし、まあ、事情あって別れられないっていうところもあったりしますし、愛って、まあ、本当にいろんな形やパターンがあるかなと思います。で、その、まあ、続く愛と続かない愛もあると思うんですよね。で、私なりの定義としましては、まあ、人間って、まあ、家族であったり、恋人であったり、夫婦であったりとか、まあ、お子様の関係とか、親子関係とかあると思いますし、例えば、まあ、会社に対してのすごい強い思い入れがある、まあ、社長さんとか、
そういう取締役とかだったりすると、やっぱり社員に対する思いとか愛情とかそういうのもいろいろあると思うんですよね。でも、その、愛は、まあ、育てていくものかなっていうふうに思いますし、で、じゃあどういうのが長続きするのかって私なりの考えた定義としては、まあ、それぞれの個性があったりとか価値観とか考え方があったりするわけじゃないですか。で、まあ、立ち位置的なものもあるし、受ける影響も全然違ったりとか、好みとかも違ったりすると思うんですよね。ってなると、その、お互いのいい部分もそうじゃない部分も知っていて尊重し合うことが大事かなと思います。で、まあ、無条件の愛とか無償の愛とか、それも条件付きの愛かなと私は思うんで、その、お互い尊重し合えるのが、まあ、愛かなと。これは私なりの定義として、ちょっと、この数日思い立ちました。はい。といったところで、まあ、今回、現時点での私なりの持論になってしまうお金と時間と愛についてお話しさせていただきました。ご視聴いただきありがとうございました。それでは、いってらっしゃいませ。